阪急電鉄大阪梅田駅ラガールビジョン、京都線ホームのラガールビジョンラガールビジョンは、阪急電鉄梅田駅にかつて設置されていた電球と光ファイバーを使用したカラービジョンである。1993年9月9日から京都本線、同年11月から宝塚本線、1994年2月から神戸本線、 それぞれで使用されていた幕式の発射案内装置の老朽化に伴い交換設置されたものである。このラガールビジョンは4列車分の種別、発車時刻、行き先、停車駅を表示し、下には路線図、停車駅表やお知らせなどが表示されていた。画面は直径 0.4mm の小さい光ファイバーを 2mm ピッチで俵状に整列させた。 高精細を実現する表示構成となっており、現在の発光ダイオード式では不可能な列車案内の背景に広告画像を表示することも可能であった。原理は光ファイバーの背面から高気度ランプにて照射する方式をとっていた。このため他社のように LED チップを r g b 三色で一チップとしたブラウン管 TB に似た構造と違い消費電力や 表示面の発熱が少ない点、ブラウン管のように焼き付きがなく、静止画の PC 表示が可能な点、電車から発生する電磁波による画面の乱れが生じない点など、優れた特性も有していた。メンテナンス性については、現在のテクノロジーとの比較ゆえ評価が分かれるものの、基本的にはバックライトの交換のみで維持可能であった。しかしながら、光ファイバ電装での減衰と、 視野角度維持に際しての拡散性能が必要なため、約20時間、日運用では数ヶ月でランプ交換を必要とした。これは、また、クライアント側から保全要因への仕事を作ってほしいとの要望でもあり、設計要件として考慮された結果からである。列車が発車する前には、列車種別、発車時刻、行き先と、ただ今発車いたしますの文字が交互に表示され、 発車後は一番上の列車の表示が消え、表示全体がスクロールして、次の案内に切り替わるようになっていた。この他、画面右半分で、沿線情報を流すこともあり、映像をバックに停車駅を表示することもあった。本来、表示している LED パネルは、パソコン信号用であったので、信号変換器を用いて、テレビジョン信号を直接表示させる方式としていた。他にも、 音名を用いた特別なグラフィックフォント処理により、利用者に動画のオーバーライト時でも見やすくする工夫を行った。さらに、緊急案内や運行情報をテロップとして、表示可能とし、沿線利用客に対してのサービス提供も実現した。本来の対応年数は、経済産業省が規定している7年間で順次、更新する予定であったが、結果的には、 13年間の長期にわたって使用された。阪神淡路大震災にもさらされたが、柱のコンクリートに亀裂が入るような状況下においても、全く損傷もせず100%機能を維持し、釣り構造を無損傷に保った点は、耐震構造設計の優秀さ、釣り下げ構造部材を液根コースに設置する際の設計要件を満たしているものとして、当時の関係者から高信頼性。 並びに安全性が高いという評価を得る出来事となった。宝塚線ホームのものは2006年8月下旬、神戸線ホームのものは同年9月下旬、京都線ホームのものは同年12月下旬に LED 式の発車案内板に順次更新され、現在に至る。ありがとうございます。